はい、ヒルビル放送局 M キャスト違う分けありダイエットウォークのマコネです。今日も朝から片道40分歩いて職場に出勤していこうと思います。そうで、今日のテーマはですね、何にしようかなと思ったんですけども、今日はね、写真について、写真の好みっていうか、まあ好みっていうか、まあ考え方というか、写真のついての話をしようかなと思ってみたり、はたまた、ちょっとね、歴史をたどっても、現代に至るまで、いろんなトレンドとか、いろんなブームとかがあって、まあ、現在に至るわけですよ。まあ、そう、その、現在に至るブームについてちょっと語りたいなとか、まあ、そのね、二つがあったんだけど、どっちにしようかなとか思って、まあ、外に出て、外の空気を吸いながら考えたと思って外に出てきました。今日はね、満月じゃないんだけど、まあ、あと何日だろう。11日くらいが満月。え、今日 11? あれ、よろっと満月じゃないかな。そう、まあ、そんなわけで、お月様に聞いたところ、今日は、歴史や文化、そういう話をしていけというような感じだったので、今日はそちらの方をしていきたいと思います。そう。まあね、まあ男性のブームというか、ブームってわけじゃないんだけど、最近YouTube を見てても、顔出ししてる男性の中には、お化粧してるね、メイクしてる方も結構増えてきたと思いません?そうそうそう。なんか日常的にメイクしてるっていうかな。逆に、すっぴんの女性も増えてる気がするんだけど、まあ今日は女性の話じゃなくて、メイクしてる男性が増えてきたんじゃないかっていう話。まあ、私実は詳しくないんだけど、うん。まあ、テレビ業界は、やっぱり昔から男性もメイクしてるじゃないですか。まあ、テレビ画面で見てる分には、本当はメイクしてるように見えないけど、でも、しっかりテレビ映りを良くするため、というか、綺麗に見せるためには、やっぱり、最低限というか、そういう風に見せる技術のメイクもあるわけじゃないですか。そう。まあ、ナチュラルメイクもね、の最たるもんだと思うんだけど。ナチュラルメイクってさ、もうなんか、わかるけど、じゃあすっぴんでいいんじゃないのって思わない?あれは結局、すっぴんだと、いろんなところが、いろんなことになってるので、ナチュラル風に見せる、荒隠しなわけじゃない。だからさ、私はさ、すっぴんで綺麗な人こそやっぱりさ、肌が綺麗なわけだし、そう、メイクってなんかさ、本当にどうなのって、まあ、思うよ。私は女性のメイクが、女性のメイクのお話してるんだけど、メイクして綺麗な女性は、だから何って、あ、そうみたいな感じの私の中で、綺麗基準に入らないんだよね。そう、自分でやってるか、メイク誰かやってるかわかんないけど、メイクしてくれた人の技術がすごいだけであって、そう、メイクの技術の凄さが女子力に直結してるとは私は思ってないの。うん。そう。ましてはさ、そう、24時間一回もメイクを、24時間っていうか、寝るとき以外はメイクを外さないなんていう子はさ、こいつちょっと頭狂ってるんじゃないかって、正直思ってるよ。だってさ、どんなに素敵なさ、メイクだって、メイク用品だって、そう、コスメだってさ、ほんと肌にすごい負担をかけてるわけだから、もうさ、顔に塗ったくって、喜んで、老化を進めてるようなものよ。メイクだって。本当に、いつまでも若くて綺麗にいたいと思ったら、もう食生活の改善から、食生活をしっかりした、ね、バランスの取れた栄養食、とか、取れた食事にして、そう、すっぴん美人を目指さないことには、もうそれは本当ね、
コーラとさ、ポテトチップスを食べながら、俺長生きしてんだよねって言ってる人と一緒だよ。まあね、それは、私にとってはさ、他人のことはどうでもいいから、そう見ながら、滑稽って思いながら、いつも見てるし、ああ、って感じで、別に言わない。YouTube の中では、私のさ、Mキャストの中では結構喋ってるけどね。そうそう。見た目の女子力とかにすっごくさ、こだわってる人とかは、ほんとね、女子力ゼロだと思ってるよ、私は。てか、ダサって思ってる。そう。まあ、言ってしまえば、なんだろう。持ってるものにものすごくお金をかけて、持ってるものに対して、すごいでしょっていうふうにアピールしたがる男性も一緒だよね。ダッサこいつとか中身ねえんじゃねえのぐらい思って見てる。そう。まあ、そんな中でさ、まあ、ちょっと話ずれちゃったんだけど、まあ、男性のメイクをしてる人が、まあ、増えてるっていうのは、まあ、以前からね、芸能界とかテレビに出てる人たちはそうだけど、そう、まあ、韓国のコスメはね、有名じゃん。うん。そう。私がね、ちょっとね、調べたわけじゃないんだけど、私の勝手な考察ね。韓国がさ、有名な、コスメが有名になったっていうのはさ、言ってしまえば、元々の文化が浅いからだよ。そう。例えばさ、まあ、古い文化なんてさ、ほとんど残ってないわけじゃん。そう。まあ、韓国の方が聞いてないことを心の中で祈ってるけどね。そう。もともとの古い文化なんか、韓国にほとんど残ってないわけで。なんだったら朝廷が変わるために、支配者が変わるために、コロコロ全部壊して、全部、新しく作り直してきたみたいな歴史なわけじゃん。韓国の歴史って。うん。そう。だからさ、既存になる文化がないからさ、っていうことになれば、そう、まあ、もちろん、朝鮮戦争が終わった後に、現在の体制になっていくんだけど、その中で、なんだっけ、案外今日言葉が出てこないな。そう、その中で、まあね、いろんな分野をさ、日本から、吸収していって、そう、日本とか海外から吸収していって、で、まあ、それを、前言ってしまうよ。なんだけど、パクってね。パクって、いや、パクってって、ほんとパクってっていうか、丸パクリだったらいいんだけどさ、なんちゃってパクリなんだよね。いや、ほんと、確かに最近の中国製品は、素晴らしいものも、安くて素晴らしいものも出てきたよ。でも、中華大陸というか、ユーラシア大陸の東側の国々にはね、そう、なんちゃってパクリが多いんだよね。特に韓国なんて、そう。ほんと。うん。まあ、それでさ、まあ、一時、家電はさ、サムスン中心にバーって盛り上がったけど、もう今サムスンもさ、もう落ちぶれもいいところよね。そう、まあ、結局昔ながらの文化がないから、そもそもさ、国内消費で賄える商品が、売れ続けられるね、商品が少ないわけよ。うん。そう。なんか今日いっぱい走ってる人がいっぱいいるな。まあいいか。いや、国内消費がさ、すごい、人口も少ないしね。で、お年寄りもあんまりいないし。そう。まあそれで、国内消費がさ、やっぱり少ないわけよ。となると文化もなくて、国内消費も少ないってなると、新しい分野を切り開いて、消費を拡大するか、海外に売っていくかしかないわけじゃん。そう。でも、海外に行っていく中で、もう競争相手いっぱいいるわけよ。まあ、日本もそうだろうし、ヨーロッパもそうだろうし。そう。その競争相手をすり抜けて、海外に売っていく商品って何かって中で発展したのが韓国コスメだよね。そう。うん。じゃあ、韓国コスメを話題にするにはどうしたらいいかっていうと、やっぱ国内でさ、まず売れるってことが大前提だし、だって、そうしないとさ、外に持っていけないし、うん。
まあ逆もあるけどね。で、なんかね、まあ韓国コスメはさ、もちろんさ、コスメだから、女の子が最初のターゲットだと思った、ターゲットだったはずだけど、でも最初のターゲットだけでさ、人口の半分、しかもさ、バッチリお化粧する世代なんて、人口のさ、何分の1かでしょ？赤ちゃんがメイクするわけじゃないし。だからってさ、もうヨボヨボになってさ、いや、言葉ひどいな。ちょっとね、お年を召した、おばあちゃんがさ、毎日バッチリメイクして、そう、アイプチしてみたいなことはないわけじゃん。となると、コスメ用品が売れるさ、母体っていうか人数は少ないわけよ。うん。そこで、男性にもメイク商品を、メイクかコスメを売るように、宣伝を仕向けたわけじゃん。韓国。うん。それと同じことが、まあ日本にも起こってるよね。そうそう。だから、もともと仕掛けてるところが、日本の国の会社なのか、まあ、どこの国の会社なのか、がわかんないけども、でも日本も、もう、人口はどんどん減少方向だし、売れる商品、で、伝統も文化もあったとしても、そう、その伝統とか文化をどんどんさ、戦後に、縮小してきたわけだ。バサって切り捨てられたところもあるし、切り捨てられずに残ったとしても、そこに、そうじゃないもの、どんどんさ、粗悪な大量生産のものが入ってきて、まあ、それが正義のようになっていって、まあ、現在に至るわけだ。うん。だから、本当にいいもの、本当にさ、伝統に乗ってるものとかって、本当にさ、減少ってかもうほとんどなくなった。ようやくだよ。ようやくここ10年、20年で、昔のさ、文化とか経験とかそういうものを再発掘して、それを大事にしていこうっていう流れができつつあるのは、ここ最近だよ。本当もっと拡大していく必要があると思うけど、うん。まあ、もともとね、日本も、人口はどんどん減っていくわけよ。いやいや、減り止まりなんかないから。そう、わかんない。ちょっと計算してみなきゃわかんないけど、多分さ、チャットAIかなんかで、調べさせればさ、人口が1億人終わるのなんて、もう、あと何十年もしないと思うよね。うん。そう。まあ、そもそもさ、江戸時代とかは、世界最大の都市だった江戸っていう、江戸があるにしても、日本全国としたら、3000万人ぐらいしかいなかったんだっけ？そう、人口正解だった、確かそんなもんだよ。となればさ、日本全土で3000万人とか5000万人ぐらいがもしかしたら、まあ、人口の比率としてはちょうどいいかもね。だからさ、もうこれから人口減っていくんだからさ、渋滞もなくなるし、そう、もうあっちこっちにインフラ作る必要なんか全然なくて、そう、住みやすいところにさ、みんな集まって住めばいいじゃんみたいな。そう、住みづらいところはみんな観光地でいいじゃんみたいな。そう、それでいいはずなんだけど、まあね、まあ長岡市もそうだけどさ、橋の建て替えがあるみたいね。そう、ちょっと詳しくわかんないけどさ。うん。ねえ。もう、そう、いずれさ、人口が減ってさ、もう橋を渡る人もいない。橋を渡る車もさ、減っていくんだからさ、橋なんかさ、もういらなくなる、もうさ、そのまま古くなったらさ、もう壊してなくちゃえばいいのにって私なんか思うんだけどさ。うん。そう。で、街の中もどんどんさ、建物が、なくなって、まあ、更地になったさ、あげくは駐車場みたいな。わざわざ金払ってさ、郊外にさ、無料で大きいさ、駐車場がいっぱいあって、いろんな建物があるのに、そう、どこで何でも買い物できるのにさ、わざわざ金払って、駐車場を止めて、街の中に買い物来るやつが誰がいるかっていう話よね。何もすることないから、さら地のままじゃって、建物を建ってても、老朽化して、お金が全然、どんどん出ていくわけだから、まあ、さら地にして、駐車場にしてみたものの、みたいな。だから、長岡のさ、街中だって、まあ、どこもそうかもしれないけど、数年後には、駅前から、遠くまで、みんな、なんだっけ、駐車場になって、遠くは普通に見れるような街になってるかもしれない。でもそんな街、日本人にいっぱいあるでしょ。
さあ、まあちょっと話はずれたんだけど、まあブームの話ね。そう、まあ男性がさ、メイクするのは別にいいよ。そう。うん。本人たちがしたくてしてるんだったら、それがさ、きっかけはさ、いろいろあるじゃん。きっかけはいろいろあるよ。そう。好きな芸能人がやってるから、試しみだってもいいと思うし、どうやらメイクしてる方がモテるらしいっていうでもいいと思うし、そう。好きな俳優、うん、そうそう。好きな俳優さんにも真似したとかでもいい、なんでもいいと思う。そう。で、男性がメイクしてみた。いや、いいじゃん、別に。その人の考え方で。そうそうそう。私はね、私は、メイクしてる男性を好きになるかったら、どうかな、みたいな感じで。うん、私はさ、渋 G と池 G が好きだから、時事編だからさ。そう、私と同い年以上の人以外は好きにならないから、まあそういうね、渋 G とかさ、渋 G とかが、まあバッチリメイクしてさ、ツルツルお肌だったら、いや、ちょっとなとか思うけど、そう、まあね、まあ、ほどほどのメイクだったら、渋 G でも、周りの人、私のさ、好きなようなタイプの渋 G とかが、まあしてても、別にそんな、そう、お肌の手入れに気をつけてるのね、とかさ、そう、髪が薄いのを、そう、髪をね、黒く染めてる人がさ、いるぐらいなもんで、まあいっぱいいるわけだし、抜け毛を気にしてる人もいっぱいいるわけで、まあそれとそんな大差ないよ。うん。だから、まあ別にいいと思うんだけど、そう。まあね、なんか私がさ、なんか、なんだかなと思うのは、ほんとさ、経済をさ、お金はどうやってさ、消費者から巻き上げようかっていう仕組みのために、まあそれを利用されてて、まあそれに、乗っかっちゃってる人が多いっていうのが、なんだかな、とか、思っちゃうわけ。でもまあね、そう思うとさ、洋服だってさ、何でもそうなわけでさ、そう、その昔、昭和30年代にさ、ミニスカートが流行ったわけよ。うん。ミニスカートが流行った影響は、部分痩せっていう文化を作ったんだよね。いや、一応ね、ダイエットにトライを目指してるからね、ダイエットの歴史も勉強してんだよ。そう、まあ、要するに、細い足を、綺麗にスラッとした細い足を見せるために、足だけ痩せるみたいな。そう、そういう部分痩せっていう考え方が、登場したのが、昭和30年代で、日本のミニスカートブームが、きっかけだって言われてる。うん。そう、まあ、そっからね、腕だけとかさ、顔だけとかさ、いろんな部分痩せのさ、ことが研究されて、それでも、今でも 100% そこだけ部分痩せできるかったら、なんかいろんな疑問があるみたいね。そりゃそうだよ。そう。ただまあさ、そこの一部分、リンパを流して、見た目の細さを作るってことはできるんじゃないかな。うん。そう。全体的な体脂肪がどうかというか、足から腕に移動するみたいな。まあ、そんな感じの部分痩せはまあできるかもしれない。そう。まあ私、部分痩せに関しては今全然勉強してないから、まあそれ以上のことはよく知らないけど、あ、そうだ。ちょっと、今日の写真を撮っとかなきゃ。まあ今、今日のさ、いつも、ヒルビル放送局の YouTube 版に載っけてる、私が喋ってる間に流れてる、写真は、まあ、その日歩いた時に撮った写真なんだけどさ、わかる。私は自分の中で、写真がね、いかに適当かっていうのが、そう、普段絶対私自分で写真撮らないし、そう、撮ったとしても選ばないし、みたいな写真ばっか選んでる。もっとね、私らしい、もともとの、そう、フォトグラファー、小川誠の写真みたいなさ、写真を、まあ、モノクロで言ってもいいと思うしさ、まあ、乗っけようと思えば乗っけられるんだけど、なんとなくね、そう、視聴者がさ、いっぱいいて、すっごいいっぱいいてさ、毎日さ、何千回転もさ、何万ってさ、アクセスがあるんだったら、さ、マコイズム全開でもいいと思うんだけど、いや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 、何回、何
全部最後まで聞いてる人は何人いるんだろうみたいなさ、レベルの現状だと、まあとってもね、あの、マコイズム全開でいくとさ、ほんとね、ドン引きする人もいるかもしれないかなと思うと、ちょっと忖度しちゃってる。うん。まあちょっとね、ところはまたちょっと後で考えていきたいと思うんだけど、まあその話からさっきの話に戻って、何だったか忘れちゃったんだけど、まあそうやってさ、歴史の中でいろんなファッションがあり、まあ服もそうだし、まあメイクもそうだし、髪型もそうだと思うし、まあ生き方、生活、働き方、みんなそうだと思うんだけど、過去の歴史があって現在があるわけじゃん。そう、まあ思い返すとさ、そうね、1ヶ月ぐらい前だっけ、バレンタインデーの話で盛り上がってたやつ、ホワイトデーの話で盛り上がった、そういえばこれもう1ヶ月以上続けてるんだ。あったじゃん。うん。まあ、同じようにさ、女性がね、もう、飽和状態で販路が拡大できないからってことで、同じ技術を使って男性に売り込もうとしたさ、ことなんて、いっぱいあるじゃん、過去に。例えばさ、メンズスカートっていうのもあったね。うん。そう。私のね、高校、あとだから私が20代前半の頃かな。そう、一時メンズスカートが流行って、メンズスカート履いてた人とか結構いたよね。うん。そう。うん。まあ私はね、メンズスカートも全然ありだと思ったな。そう。うん。私ね、過去にね、すごいさ、フリフリの、もうワンピース、そんな、まあ、膝丈ぐらいのさ、ワンピースを、ジョディ・リップみたいなさ、超イケメン、俳優っぽいさ、外国の俳優さんが来てる、写真を見たことなの。それがね、ものすごいかっこよくて、そう、いや、着こなし一つで、可愛いものはかっこよくもなるってことを、あれで学んだよね。そう、だからさ、ワンピースとか、ほんと可愛いものを綺麗に着こなしてる、イケメン男性とか言ったら、いや、それはかっこいいと思うんだよ。そう、だからね、私はね、わかるよ、西洋のヨーロッパ、中世、ヨーロッパのルネサンスとかさ、ああいう、ルネサンスじゃないや。そう、まあ、悪名高きね、ベルサイユ宮殿とかがさ、うんこまみれだった時代。うんこ踏まないようにハイヒールとかみんな履いてた時代、愛時代に、そう、見てくれだけでも綺麗にしようと思って頑張ったさ、貴族たちの、お父ちゃんたちの、美的感覚ってわかんないでもない。うん。そう、綺麗なもの、可愛いものが、いい、まあ、男性も女性も、やっぱり着こなし一つで似合うと思うんだよね。そう、男性だから、スカートはダメとか、ワンピースはダメっていうことは全然なくて、メイクして女の子として生きてるからスカートだっていうのもなくて、普通の男性、普通の女性でも、普通の男性でも、全然スカートとかワンピースはありだと思うよね。そう。うん。確かにね、女性用にもともと作られてるもんだから、まあ、現状ね、着こなすのは難しいよ。それこそファッションセンスがすごく問われる、そういうものだよね。そこは女の子が着るよりも、はるかになんか、難しいは難しいけど。そう。そのさ、メンズスカートの後に、まあ、しばらく経ってから、いや、いまいちにメンズスカートが多分流行らなかったんだろうね。先細りで。まあね、昔々さ、袴があったわけだから、袴と似たようなもんだよね。和服もさ、まあ、下スカスカなわけでさ。巻きスカートと変わらないわけだ。そう。まあだから別にって思うんだけど、まあ現在の感覚の中では受け入れづらかったんだろうね。そう。まあその次に出てきたのが、あれだよ。メンズブラ。そう。メンズブラ。そう。ちぶさがあるわけじゃないのに、なんでブラしなきゃいけないんだろうっていうふうに、多分、女性陣の多くは疑問に思ったかもしれないし、実際にメンズブラを、つけた、
人たちの意見とかもなかなか興味深かったよね。そう。そう。まあ今でもさ、今でもっていうか、まあスポーツ選手なんか、スポーツ、メンズ用のさ、スポーツブラとかさ、つけてる選手とか結構いるよね。そう。一時さ、久保くんがさ、メンズブラつけてたじゃん。そう。メンズブラつけて、上半身脱いで走り回ってたじゃん。あれ多分さ、あんま評判良くなかったから、外しちゃったんだろうね。そう。最近久保くんがさ、上半身脱いで走ってるの見たことないけど、まあね、あの度に色カードもらってるんだったら、それはちょっと問題だよね。わかるよ、わかるよ。久保くんはやりかねない。というか、まあそういう久保くんだから、私は久保くん好きだけどね。あんなさ、なんだろう、お騒がせキャラに見えないじゃん。インタビューとかさ、答えてる時とかさ、すごいシャレが効いたさ、そう、スペイン語でさ、喋っててさ、うん。こいつ面白いやつなんだろうなと思うけど、そう、身近にあの子がいたら、ちょっとやかましいかもしれない。私は遠くで見てたいな。そう、まあ、メンズブラの話戻るんだけど、まあ、今、男子の、ね、男性のメイクの話があって、そのメイクとメンズスカートの間ぐらいにメンズブラってあったよねって。そう、あれだってさ、そう、ブラを使ってくれる会社が、もっとね、男性に入る販路を広めるために仕掛けたもんなはずよ。そう、うん。まあね、もともとさ、女装するのが好きだった男性とか、女装するのが好きな男性とかって、やっぱ、一定数いるわけで、そう、そういう人たちはさ、女性も、女性のさ、下着を、ブラを買ってつけるわけじゃん。そう、だから女装になるわけだけど、メンズブラ買ってつけたら、女装じゃないじゃん。だから、メンズブラ、女装するのが趣味とか、の人たちが、メンズブラを求めたってことは多分ないと思うのよ。そう。じゃあ、どういうニーズでメンズブラかって言ったら、まあ、ニーズがあって作ったんじゃなくて、やっぱり売りたくて、作ったのを、無理やり売り込んでいった結果、ちっちゃいブームになったってことだと思うんだよね。そう。じゃあ、当時メンズブラをつけた人たちが、どんな風に言ってたかというと、まあ、メンズ、胸を締め付けてると、なんかちょっと守られてる気がするとか、安心するとか、気が引き締まるとか、そう、まあそういったね、まあ感覚的な部分だよね。そう、まあでもそれはさ、多分、男性も女性も違わないんじゃないかな。あ、カラスが目の前飛んでいった。うん。そう、まあね、私はさ、胸が大きいわけじゃないからさ、大きいわけじゃないから、大きい子の気持ちはわからないよ。わかんないけど、もうブラしてると、それなりにやっぱ気が引き締まるっていうか、まあ、息苦しさはあるよ。そう。特につけて、つけた直後とかはね、そう。だから多分ね、誰でもそうだと思うけど、つけてからさ、やっぱなんか、パンツもそうじゃん。ショーツもそうだけどさ、私ね、普段お仕事行くときとか、ショーツ履かないんだよ。うん。そう。ショーツ履かないの。そう。家にいるときも、まあ、ショーツ履かない。そう。うん。ただまあ、ズボンっていうか、パンツがさ、汚れないように、インナーで、着るときはあるけどね。そう。だから、ま、家にいるときとか、仕事来るときとかは、スパッツとか履いてるけど、別にスパッツはさ、まあ、汚れ、まあ、汗かけばすぐさ、脱いで洗濯するし、そう、汚れれば、うん。まあ、帰ってすぐ脱ぐからさ、そう。だからってさ、ね、トイレ入ってさ、別に、フリフリしてさ、飛び散らすこともないし、それなりにふきふきするわけだからさ、そう、なんだろう、そう、言っちゃなんだけど、そう、別に体からさ、体液が出てこない体じゃん、私男性の体だから。言葉が難しいね。だから別に
気をつけなきゃいけないのは、おしっこが尿漏れした時とか、ちょっとうんちが漏れちゃったとか、そういうことが、まあ、私はね、まあまああるわけよ。それ対策のために、まあ、ショーツを履いてたりするわけよ。そう。そうなると、まあ、そのリスクが少ない仕事行く時とか、まあ、お風呂の仕事だからね、そう、何時間でもないし、そういう時は、なるべくね、締め付けるものが嫌で、そう。だから、仕事来る時は、ショーツは履いてない。うん。そう。家にいる時も、そのままね、すぐトイレ行けばいいだけだから、家にいる時も、なるべく履かない。そう。だから、締め付けるのが嫌なんだもん。そう。まあ、ただね、街中にさ、街中行くときとか、うん、まあ、ね、普通のパンツ履いてるときとかはさ、まあ、汚れると嫌だから、そう、もう万が一のときのために、まあ、パンツ履いてるけど、ショーツ履いてるけどさ、うん。でも、それ以外は、基本的に、履いてない。まあ、そんなだから、なんだろう、よっぽどスケスケでさ、よっぽどスケスケで、乳首見えますよ、みたいな、T シャツとか着てて、普通に、街中でさ、街中行ったりさ、その時は、まあね、すれ違う人がさ、なんか万が一そこに目が行っても、まあ私は別に気にならないにしても、見た人もかわいそうだなと思って、それは、そう、乳首が見えない程度の、ブラはしてる。うん。そう。まあ、それが、まあね、大した膨らみがあるわけじゃないから、まあ、メンズブラがちょうどいい時もあるわけよ。そう。だから私はメンズブラはいくつか持ってるけど、そう、まあ、あんまり登場機会はないね。私の持ってるメンズブラはさ、なんでこのデザインなのみたいな感じでさ、ほんとね、なんか、マダムがさつけるようなレースのやつとかさ、レースがついてるやつとか、なんかもうこれどうやってつけるのってぐらいちょっと複雑な形をしてるやつで、なんか、あれみたいな。だからさ、今現在も残ってて、売られてるメンズブラとかさ、ほんと、多分ね、ターゲットがもうさ、おかしいんだよ。そう、うん。そう、本当に女装するのが好きみたいな、人たちに向けて販売するんだったらさ、しっかり膨らみを維持できて、で、それでいて、しっかり大きいパッドが入ってるものとかさ、ね、そういうものがいいと思うし、うん。そう。そうじゃなくて、本当に、日常的に、ブラをつけることで、安心感とかさ、その、利便性をしっかり考えて、つけたいという男性には、まあそういう利便性に特化したブラにすればいいと思うし、そう、そのね、どちらでもない中途半端なやつが、今生き残ってるね、メンズブラなんだよ。そりゃ売れないでしょって思うわ。そう、うん。そう、誰が買うのって。そう。まあ、だからさ、なんだろう。メンズブラよりは、メンズスカートの方が、なんか、伸びしろがあった気がする。でも、メンズブラももうさ、ないでしょ？そう、やっぱりさ、メンズブラはさ、じゃあメンズブラじゃなくてメンズスカートもさ、メンズスカート履いてるさ、お兄ちゃんたちがさ、トイレでさ、立ってさ、スカートまくってさ、おしっこしてる。やっぱあれはおかしかったもん。そう。もうね、日常、だからってさ、わざわざね、個室に入って、おしっこしてるのも、なんか想像してるらしいね。だからさ、現代の生活に、メンズブラは、なかなか受け入れづらかったものだったのかもしれないね。メンズカートはね。で、メンズブラも、ニーズがわかんなくて、もうほんと瞑想を重ねて現在に至るみたいな感じで、うん。なんか、もっと違うやり方をしないと、これからも売れないと思うよね。そう。じゃあ、メンズコスメはどうかっていうと、どうだろうね。な、一番伸びしろがある気はするよ。そう。一番伸びしろがある気がする。うん。長期間にわたって。そう。ただ、どうだろうね。売れる母数がどれくらい、
まあ、拡大できるかっていうのはちょっと何とも言えないな。だからさ、本当人気 YouTuber の子たちとかと本当積極的なコラボしていったらまた違うんじゃないかなと思うけど、どうなんだろうね。そういう取り組みしてるのかな。さ、うん、今はさ、いろんなコスメをさ、YouTube の広告でさ、YouTube の広告で売ろうとしてるじゃない。そうそうそう。ほんといかにもう一回やっただけで、ほんとシミが全部取れちゃいそうな感じとかさ、実質無料とかでさ。実質無料とかさ、ほんと、ああいう広告ほどさ、怖いもんないよね。と、まあ、それに乗っかってみるのも面白いしさ、まあ、その乗っかってその商品を使ってみるのも面白くて、私もさ、もうちょっと余裕あったらさ、そういうののレビューをしたいなって思わないでもないけど、なんだろうね。そう。まあ、そんなわけで、今日はね、まあ、過去から現在に至るまで、いろんな文化があって、いろんな考え方があって、いろんなトレンドがある中で、メンズコスメから始まって、メンズコスメ、メンズスカート、メンズブラってわけで、メンズスカート、メンズブラ、メンズコスメって流れ、流れを、振り返りながら、なんだろうね、女子に売れなくなったら、今度は男子会みたいな、そういう流れに、踊らされてるのも、踊らされてるのも、なんか、なんだろうねって思ってるのと、反面、まあ、見方、ニーズをしっかり掘り出せば、十分売れるだけのコンテンツじゃないかな、とも思ってるよっていう話をしてきました。そんなわけでですね、もうすぐ時間は5時20分になり、これからお仕事になりますので、今日はここで終わりにしたいと思います。いつも、ヒルビル細く、ワキャリライトウォーキング、ご視聴ありがとうございます。今日は、明日が最終日。明日こそは写真の話をしようかな。と思っても、まあ、家を出るときになって違う話をしたくなったりするから、どうかわかんないけど、また明日も楽しみにお聞きください。と、この放送は、スプーンの場合日曜日から木曜日まで。で、YouTube の場合は月曜日から金曜日まで。そんなわけで、毎日6時から、スプーンも、ポッドキャストも6時から配信してます。ぜひ皆さん、お聞きください。でですね、今月いっぱいはこの体制でいきますが、また来月ね、ちょっと発信データを見ながら修正するかもしれませんが、それは随時またお知らせしていくので、チェックを忘れないようにしてください。まこねえでした。バイバイ。また明日。